東京ドームからお伝えしてまいります。読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけているわけですが、西さん、このファンの歓声というのはやはり試合中も聞こえるもんですか？聞こえてるんですけれども、特に気に留めていないということになりますかね。そうなんですね。それほど集中力高まっているということなんですね。ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の高梨。さあ、そして打席には鵜飼が入っています。さあ、なおもピンチの場面。背番号4、ここは一塁のランナーにも注目ですね。なるほど、そうですか。初球、甘いコースの変化球ですが空振りになります。ここでしっかり食い止めたいですよね。さあ、この場面で打席には9番の平田が入っています。抜けたような感じになりました。大きく外れます。これは低めストライク。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。変化球打っていった。ドラゴンズ追いつきました。4対4、ジャイアンツさらに三塁一塁のピンチが続きます。打順は1番に帰ります。バッター大島。ジャイアンツこの回2点を失っています。さあ、またも試合を振り出しに戻され、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。最初から際どいコースを狙ってきました。西さん、バッターの大島対左ピッチャーはどうなんでしょう？ジャストミート。ドラゴンズ勝ち越し。5対4、ジャイアンツなおも三塁二塁のピンチ。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。流れとしてはね、悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね、頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。